2番来い、3番来いって全部やってて、最後もう疲れちゃって力む力もなくなっちゃったもう最初はグーってなったけど、もう最後の、あ、いいや、もうとりあえずネタできりゃいいや出番直前で、あのワックスつけて髪の毛やるんで、もうそりゃそうでしょ、手洗ってないんですよ。あの瞬間、握手来た時にすごく嫌だったんですよ。もう帰ってくださいすみまーすどうも、海作です。さあ、今日なんですけども、なんとぺこぱさんが部屋に来てくださいました。やったーやっとややっとや嬉しいよ、もうね、これはね、はっきり言うと、もう視聴者さんからもたくさんのコメントいただいてました。ぺこぱさん呼んでほしい、ぺこぱ呼んでほしい、行きました。僕ももちろん呼びたかったでございます、中田カオスでございます。中田カオスでございます。もう中田カオス師匠でございますけどもね、なんでいや、もう絶好調なんですよ、はっきりで絶好調なんですよ。なぜならば、はい、まあまあね、昨年の M1 グランプリで大活躍でしたよね、はい、でも衝撃でした。これ実はね、サブチャンネルでやりましたけど、実は安武とね、はい、僕は生で見てて、もう2人とも衝撃を受けてな、はい、何この漫才みたいな、はい、でも最初皆さんも多かったと思いますよ。あのメイクされてるじゃないですか、松陰寺さんが、え、何この2人みたいな感じやったけども、漫才見終わった後に面白かったなってなる、あの漫才ずっとだから僕は絡みたかったんですよ、はい、お話したかったんですよ。とはいえやっぱり今大活躍中ですから、忙しいですから、なかなかスケジュールが合わずで、はい、今日やっと会ったんですよ。やったー、これはいろいろ聞きたいよね。もちろん M1 の話もそうですし、なれそめも聞きたいやん、確かに。で、シュウペイさんもさ、はい、謎多ないめちゃくちゃ見えないですよね、なんかめちゃめちゃ見えへんやん、はい、いろんな話をね、うん、今日はちょっとせっかくなんで聞いていきたいなと思いますんで、はい、本日もどうかお願いします。ぺこぱさんが来てくれました。お願いしまーすベリーロール止めていや、俺は好きなボケですベリーロール、ありがとうございます。で、私、シュウペイさんのさ、今優しさが出た、はい、ベリーロールも優しかったほんまに江頭さんとか言ったらドッスンってほんま、いや、ほんまありがとうございます。ありがとうございます。もうね、個人的に本当に僕、ぺこぱさんずっとお会いしたくて、嬉しいです。もう大ファンなんですよ。ありがとうございます。今、多分だいぶ忙しいですよね。そうですね、休憩します。いや、休憩は取ろうちょっとごめんなさい、安武とも、はい、トークできる自信がない。どうしよう俺こんな気持ちになった初めてこれあかんやつやってる大丈夫だよ大丈夫だよ。ハグは世界を救うちょっとこれペースがやばいな、これこれやばい、今までないこれ、今までないちょっとこれトークしたいんですよ全然ね、もう自由、もう自由で全然いいんですけども、じゃあまず聞きたいのはやっぱり M1 グランプリ出た感想ですよね。まあいろんなところでお話されてると思いますが、どうでしたか。やっぱまあもう変わったと思うんですよ、人生も変わったでしょうし、はい、そもそも M1 グランプリに向けてどれぐらいの意気込みでやっていたのかなとか、M1 が、僕ら2018に初めて準々決勝に行けたんですよ、はい、ですね、準々決勝まで、それまではもう行けてなかったですね、2か3で終わりで、はいはい、で準々に行けた時は、はい、僕が着物着て、はい、すごいもっと今よりキャラ強い感じで、うん、ツッコミしてたんですよ、はいはい、そのちょっと受け入れるやつで、今のそこももう今の形に近い、今の形の入り口ぐらいのネタやってて、はい、でもネタは全然正直煮詰まってなくて、うん、もう荒々だったんですけど、うん、切り口だけで準々までいけたんですよ。いけたと、はいはい、この切り口でこの完成度でここまでいけるんなら、うん、もう今年1年もっともっと精度上げて、はい、やれば決勝までいけるんじゃないかっていうのはもう松陰寺さんの中であって、はい、ありました。シュウペイさんどうだったんですか。いや、僕はですね、はい、こうもうちょっとこうプライベートを充実させたかったんですけど、はい、いや、はいじゃなくてどういうことですかごめんなさいね、何か落ち着きます。え、何ですかじゃなくて、多分聞こえてると思うんですけど2018年の段階でめっちゃ笑ってますよ分かるでしょ。もう僕が結構ね、ぺこぱ先行しがちですけど、はい、ぺこぱの奥こいつですよ。いや、 いや俺すっごいすごいいい匂いがする
絶対面白い人やねん。いい匂いがする。いや、2018年でね、はい、2018年準々決勝行けた、はい、ちょっと待てよ、これいけんじゃねえかなって、翔平さんも、はい、シュウペイさんも僕は同じ気持ちなのかなと思って聞いたんですけど、はい、まさかのプライベートを充実させたかった、はい、おっと、プライベート充実したかったですね。いや、プライベートが仕事に繋がるんだ。そうですね、そうです、おっしゃる通り、うん、あ、でもその思いもあったんじゃないですか、シュウペイさんの中でプライベート充実させることによってエピソードトークがたくさん引き出しができて、いずれ出せるんじゃないかって、そういう思いがあった。そうですか。時を戻そう、さあ話し続け。戻りきらんな俺。なかなか戻りきらんけど、いやでも、はい、やっぱもちろん、うん、その M1 は本当に2019年、うん、もう1月からもうがっつり頑張ろうっていう思いはありました。あ、実際ね、はい、急に真面目。いろんな言い方があるんです。そんなモードもいきますよ。おいおいおい、絶対面白いじゃん。面白い。いやでも実際 YouTuber しょべでーす。あんまりね、多分僕、あえてごめんなさい、今、あえてちょっと頭叩かしていただいたんですけども、普段ぺこぱさんでこんなツッコミされてないと思うんですよ。ちょっとびっくりされました。いや、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、隕石ぐらいいけますんで。これは、まあ、今から頑張っていく。すいませんね、ちょっとやりたいんですけども。でもやっぱり同じ思いはあったってことですね。ありました。そうですね、はい、そして2019年ですよ、はい、入った時に自分の中でいけるなってなったタイミングはあったんですか。そうですね、19年明けてからネタ、うん、とりあえず春まで量産して、はい、でその中で2本ぐらいいいネタできて、うん、で、あ、これだったらいけるなっていうので、うん、そこから同じネタをずっとかけてました。なるほど、試して試して試して、ちょっとずつ変えて。これね、僕ちょっと聞きたいのがね、あの所属がサンミュージックさんじゃないですか、はい、やっぱり吉本っていうのは劇場もっているっていうのはむちゃくちゃ強くて、そこでなんぼでもネタを寄せで試せるわけですよ。サンミュージックさんって寄せ小屋は持ってるんですか。持ってないですね。どうしてたんですか。どうやってネタを試してたんですか。だからもう一本のライブに必ずテーマと、うん、はい、ここを試したいっていうのを明確にして、はい、あとはもう全然気にせずやってましたね。同じお客さんもいるんですよ、やっぱ、あ、このネタ見たとか、うんうんうん、で、そうするとやっぱ一回見ちゃうとお客さんって笑ってくれないじゃないですか。そうですね。でそこでめげることなく初めて来たであろうお客さんがどういうリアクションを取ってるのかをずっと見ながらやってました、ね、はぁ、なるほどね。これはあの、その前の年に決勝に行ったトム・ブラウンの布川くんにお話を聞いて、はい、それを僕そのまま真似して参考にさせてもらって、はい、とはいえね、数はね、やっぱり吉本芸人に比べたら絶対的に少ないじゃないですか、うんうん、だから一個一個本当に死ぬ気で試してたみたいな。そうですね、もうありますし、やっぱり吉本芸人以外の戦い方もあると思ってて、はい、やっぱり王道はやっぱ勝てないですよ、やっぱり場数と経験と。なるほどなるほど、いわゆる王道の漫才、うん、そうです、はい、だから M1 という素人のどこに隙があるかっていうのを見つけて、うわ、どういう変化球ならあの決勝に行けるだろうっていうのはもうずっと考えてやってましたね。それは2人で考えてたんですか。はい。今年一番面白い、はい、いただきます。ありがとうございます。なんかね、この辺見てましたよね。びっくりした。びっくりしますよね。いや、僕ばっか喋ってるからね、相方もちょっとどうだろうなって振ってみたら。いや、でもいい意味でおそらく僕はもう何となく分かりました。シュウペイさんは松陰寺さんのことを信頼して、うん、ちょっとある程度は任せてるところもありながらみたいな。そうですね、やっぱネタは僕書いてないんで、はい、やっぱ持ってきたものを合わせて、うん、なんか一緒にボケ足したりとかしてるんで、はい、やっぱそこのやっぱ軸はやっぱ松陰寺がやってくれてるんで、うん、シュウペイさんの中でどうだったんですか、はい、これいけるってシュウペイさん思ったんですか。え、俺はもう最初から決勝いけるって言ってたんですよ。お、最初からっていうのは2019年の頭からってことですか、はい、あ、それはどうして。この形は僕も新しいと思ったんです、うん、なぜかというと、うん、なぜかというと、2回言った。あ、すいません。ごめんなさい、もうついつい突っ込んじゃう。ごめんなさい、全然いいです。気にしちゃった。すいません。なかなかの尺で似てる。同じ温度で言わないじゃないですか。すいません、ごめんなさい、はい、なぜかというと、はい、そのやっぱ最初そのネタをやった時に、うん、僕面白いと思わなかったんですよ、このネタが。はいはいはい、はい、その突っ込まれてなんぼだと僕も思ってたんで、まあそれが王道の形でしたから、はいはい、そこで笑いが来ると思ったんですけど、うん、そのボケ自体もあんまり普通なボケだったんですよね、うん、で、それで突っ込みと思いきや突っ込まない、ん？っ
ていう、うん、僕は消化不良というか、これどうしたらいいのみたいな、はい、リアクションもどうしたらいいかわからないっていう感じだったんで、うん、最初わかんなかったんですけど、うんうん、周りの芸人さんがざわついて、うんうん、あ、これって面白いんだって、その第三者の笑いでやっと、あ、気づいたというか、はい、あ、これって新しいんだみたいな、はい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 、それでちょっと自信になったんですよね。なるほど、もうシュウペイさんの中ではいけると、はい、決勝いけるとは思ってたんですね、はい、それ知ってましたか。うん、なんかどっから自信出てきてんだろうなと思いましたね僕はまだいろんな不安があって、準決勝あのメンツであの中でどうやってやらないかなって、いい決勝、あー今年いい決勝ってずっとやってるんで、いや横でやってたんですね。やってました。でもそこのメンタルの強さっていうのもすごいなと思うんですけどね、うんうんうん、そして自信をつけて M1 に挑みます、はい、そして予選受ける1回戦2回戦3回戦もう分かるわけですよね、受けてるって。僕ね、うん、噂聞いてたんですよ実は。あ、本当ですか。ぺこぱがめちゃくちゃ受けてるって聞いてたんですよね。だから本人たちも思ってたと思うんですよ、うわ今年いけるかもみたいな、うん、ありましたね。やっぱ今までの受け方と違いましたし、うん、全然違いました。で初めてスーツ出てたんですよ。そうか、前までは着物でやってたから。そうだから、いろんな着物もローラーシューズとか、いろんな武器を持ってなんとか立ち向かおうっていうスタンスだったんですけど、はいはい、不安めちゃくちゃあって。なるほど、はい、でもやり始めていくうちにすごいウケるんで、うん、いらねえ武器いっぱい持ってたんだなと思って。あ、間違ってたんだなっていう。でも僕はスーツにしたのが最初すっごい不安だった。あ、不安だったんだ、はい、大丈夫それでみたいな。そうそう、ちょっとトークがちょっとあんまりなんでいや誰が言ってんだよって言うけど俺もそうでもない今のはさすがに突っ込むと思ってんけどすごいなでも不安だったんだ。ちょっと不安だったんですよね。でもこのスーツになって1回戦2回戦やっていくうちにドカーン受けるわけですよ。そうですね。その時にシュウペイさんも自信が出てきた。2回戦から自信になりましたね。2回戦から、はい、僕2回戦の時に、はい、なんか知らないなんかおじさんからすごい話しかけられて、ごめんなさい、どこでですか、まず浅草のゴロゴロ会館で2回戦だったんですけど、ネタ直後に楽屋戻ったら、うん、なんか知らないおじさんが、はい、なんか話しかけてきて。楽屋で、はい、はい、めちゃくちゃ面白かったよみたいな、ぺこぱって言うんでしょみたいな感じで、うん、名刺みたいなの渡されて、うん、多分 ABC かなんかの人だったんですよね。あ、なるほど、はい、多分スタッフさんやった。誰かわかんないですけど、どっちかって言ったら相方の方が目立つんで、相方の方ばっか声かけられたのに、はい、俺も声かけられたってことは、はい、これは注目されてるぞという。なるほどね、はい、あ、いやでも絶対お偉いさんじゃないですか。そんな偉そうじゃなかったないや、なんてこと言うんだよって言うけど、その人の見た目もうちょっと頑張れこれちょっと違うちょっと違う何してる席を譲ろうもう俺はには自信がないそんなことないですシュウペイはなかなかやっぱり難しいですからさっきのなかなかレアやと思うなかなかレアやと思うけど、今のちょっとないパターンでしたね。ないパターンでしたねそこそこ突っ込んでましたもんそこそこ見た目突っ込んでましたもんねでも名刺見たらわかるじゃないですか。名刺見たらこの人はお偉いさんだなっていう。いや、あの ABC しかわかんなかったですね。ちょっと後の感じはちょっとあんまり、あ、感じはいいんですかね。そうですね、やっぱり勉強があんまり得意じゃなくて。なるほど、うん、じゃあまずはそこで、じゃあ決勝進出が決まった時のお気持ちはどうでした。うん、涙の意味がわからない涙がずっとテーマでしたね。うわー、感動してんのか、はい、本当に言ったのか、よかった決勝どうしよう、いろんな感情で、うわー、涙が、はい、涙が出てきて。シュウペイさんは？僕はまず準決勝の時点で、うん、あの決まった時に、うん、あのバイト中だったんですよ。はあ、なるほど。でバイト先のオーナーさんが、あ、ぺこぱ準決進んだぞみたいな、はいはい、でうわーってなって、はい、僕その時お客さんにあの出す味噌汁をちょうどよそってたんですよ。ちょうどね、はい、でも最高の一杯をそこで出せたんで、これはいけるって思ったんですよね助けてくださいいや、トークが弱いってことは伸びしろしかないが決まった時の話ですよ、はい、いや僕が聞いてるのは決勝決まった時の話なんですけど、まあ一回時を戻そう。あー、出た。いや、お前が戻したっていい。すごい、何でもいける。なんかちょっと悔しくなってきた決勝決勝、だまずその準々までしか行ったことなかったんで、はい、まあ、準決に行けたっていうまず喜びなんですよね、はい、でそこでもっと自信がついたんで、その決勝っていうのはもう本当にもう
手の届くとこまで来てるという、だから自信もあったし、はい、っていうところでいけるよそら、はい、っていう感じだったんで、僕がこの2019年はもう口に出してたんですよ、はい、もう口に出すことが大事だって思ってたんで、それが決勝いけたって言った時に僕も泣いちゃったんですけど、あ、やっぱ泣いたんだ、その言っててよかったっていうその歓喜の涙と、うん、本当にやっててよかったっていう、この漫才を1年マジでやっててよかったっていう涙、ピエンピエンもう我慢できません。多分松陰さんがええ感じで言うてたんでしょうけど、ちょっともう今のええ話の中で判断されたら言うて堤下さんからツッコミ言わないですナイス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 すいません、今日はちょっとツッコませていただきます、すいません、良きように松陰さん僕っていうこの方で思っておりますけども、まあそしてね決勝に行ったわけですよ、はい、やってまあ受けましたよね、まあ受けたんですけども、10番目じゃなかったじゃないですか出番が、そうだ最後だったんだ、うん、これがもう本当に運が良かったとしか言いようがないなっていう、でも見てる僕たちは大丈夫みたいな、10番目大丈夫みたいな、だから それこそ待ってる時に、はい、ネガティブに行きたくないっていうのがずっとあったんですよ、はいはいはい、あのうわ1番かとか、うんはい、うわ2番早いなとか、うんうん、それが嫌だったんで全部来いと思ってたんですよ、あーなるほど、何番でも行く、トップバッター来い、最初から行くぞみたいな感じだった、そうそうそう、準備しとけ準備しとけ、で2番来い3番来い全部やってて最後もう疲れちゃってそうそう力む力もなくなっちゃった、もう最初はグーッとあったけどもう最後のあいいやもうとりあえずネタできりゃいいやそれが良かったのかなでもぶっちゃけ実際どうなんですか、その10番目っていう時に嬉しかったんですか、それとも最後かっていう気持ちだったんですか、最後残したのが僕と僕らとインディアンスで、そうですね、でインディアンスがやっぱ予選の受け方すごいの知ってたんで、はいはいはい、あんまりインディアンスの後にやりたくないなっていうのは思ってたから、ラストじゃあ呼び込む時にこっち来いこっち来いって思った、そうそうそう、インディアンスより先にやりたいって思ったんですけどインディアンスって出て、はい、うわインディアンスここで来たかと思って、うん、でももうそうなると出番決まってるじゃないですか、はいはい、最後なんで、はい、だからもうとりあえず今自分たちができるネタの形を見せるだけでいいやっていう、うん、お披露目会みたいなもう感覚的な感覚でしょ、あここで人生変えるぞーっていう感じではなく、それはなかったですね、えないんだ、もう力みはなかったですね最後、力みはなかった、全く、はい、じゃあ緊張もほとんどしてなかったし、なかったです僕、嘘だ、はい、ただ僕は息を吸えってずっと言ってました、息を吸えあの僕よく、はい、息が続かなくなっちゃうんですよ長いツッコミなんで、あーなるほど、ワードが結構長いから、長いから、はい、でそれはもう息吸え息吸えっていうのをずっと思ってました、自分の中で、はい、それはあったんですね、シュウペイさんもそんなあったんですか自分の中で、僕はあのやっぱ競り上がりみんな緊張するってあっこはねもう独特なんですよ、はいはい、言ってたんですけど、はい、僕はもう本当に楽しみたいってしかなかったんで、うん、競り上がりの時になんか最後上にカメラがあったんですよね、あ見えたんですね、はい、でみんななんかこの辺しか映ってないんですよ、うん、ちゃんとカメラ見なきゃと思って僕は競り上がりの時その上のカメラずっとこうやって見てたすごいわこれが結構やっぱ見た人はあいつなんで天井のカメラ見てんの、はい、サイコパス出てきたぞみたいになってなってるんだだからなんか全国の皆さんとテレビ越しで目があったっていうなるほど余裕があったからできるんですよ、はいすごいなぁそういうのも M1 楽しめたなっていうそしてあガン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 って出てきました、うん、そしてつかみありましてボケあってツッコミあります、うん、まあ受けてましたよねそうですね僕最初頭振るじゃないですか、はい、で受けない時って誰も笑わないんですよ頭振ろうがどんだけ振ろうが振ろうが 4,5 人笑ってたんですよあ自分の中で感覚があったんですねそうそうその 4,5 人は必ず伝染していくって分かってたんでへよしいけると思ってでちょっと振りも多くなったよね回数があ想定してた振りの数より多かったんですか？そうです、頭の振りは6回ぐらい多かったですね。えぇ、ー、はい。だいぶ増やしましたね。増やしました。だから元々は何回？元々は2、3回ですね。僕はそれ分かるんで、あ、乗ったぞって僕は分かったんですよ。おもろ、はい、頭の振りでノリが分かるんだ。もう、来たって。毎回それです。へぇ大丈夫ですよ。でもその合計8回ぐらい振ってますよ。頭フラッてならないですか？あの、ちょうどいいトランス状態になってます。やっぱこうやってるんで、焦点は合わないんですよ。なるほどね、ただそのちょっと笑ってる声とかはこうやりながらも聞こえてきててなるほど、うん、でネタが進むにつれて受けもでかくなってきますどのあたりであれこれいけるかもって思いましたあの中盤のキャラ芸人になるしかなかったんだっていうあっこすごかった、はい、ただそれって僕の歴史が分かった上でのボケなんですよね、うん、まあそうですねいろんなキャラをやってきて、はいはい、決勝はやっぱその日初めて僕らを見た人が多いから、うん、あそこでどれぐらい受けるのかなっていうのはずっと思ってて、はいはい、でもやった時にドカーンって受けたんで受けましたいろんなことやって今ここに君がいるんだなっていうのが伝わったと思ってくわー
ーちょっと泣きそうになりましたね、だから あの時、はい、叫んでる時もうーわー、それはもうシュウペイさんも泣きそうになったんじゃないですか。いや、全然泣きそうになった。なれ今泣け またそんなん言うて、でもシュウペイさんもそのあたりの時にいけるかもって思ったんじゃないですか。でもそこは自信めちゃくちゃあったんですよ、うん、で、最後に正面が変わるところですね。あ、ここね、そうそうそう、あのボケだね、あるボケですね。急に相方が横向いて正面が変わったのかっていう、はい、めちゃくちゃウケた、こう、はい、あそこもでも実はウケない時も結構あったんですよ。へえ。ただ準々準決はウケたんですよね、はいはい、はい、広い会場だったんで、はい、うんうん、だからあのテレ朝のスタジオでウケるかなっていう不安があったんだ、はい、どうしても狭くなってしまうと、そうですね、結構自信ないんですよね。そこは大丈夫だよって言ってたんですけど、うん、ずっとなんかちょっとネガティブなとこもあったんですよ。ちょっとやっぱ怖かったっていうところもあるんですよね。まあ、M1 の歴史知ってますし僕、うん、で、うん、彼お笑いほとんど興味ないんで、え M1 だって知らないだろお前。まあオードリーさんぐらい。柏谷さん出てたの知ってる。まあイエイエイって感じだよね。分からへんけど腹立てへんねん。ちなみに僕決勝行ってますからね。あれですよ、決勝の決勝行ってるんですよ僕。僕も僕もそんな話してそんな同調して言ってんじゃないですよ。違うんですよ、はい、梶原さんは僕はあの跳ねるの扉とかのイメージが強いんで、はい、その M1 でこう漫才をめちゃめちゃしてるってよりも跳ねるでなんか虫になってなんかいろんななんていうんですか、変なこういうブロックとかの上にポン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 つってドカーンってなってる人だと思ってます。そういう跳ねるの梶原さんが好きです。跳ねるの扉やってる時に M1 にチャレンジしてたんですよ。そうですか。だから M1 を本当に見てなかったんだ。だからそのネタの話とかする時も例えば笑い飯さんのあのね博物館のネタあるじゃんって言ってもあもう有名なやつです。知らないですし。知らないんだ。爆笑オンエアバトルもな、あれなどういう番組だっけ。あれバケツ運ぶ番組です。そういう認識なんですよ。違うそんな感覚。そう、いや本当漫才っていうのが本当に分かんなかったんで。でもそれがキスと出たかもしれません。そうですね、今考えると今考えたら、うん、それが逆だったとしたらもうガチガチに緊張してたし、だからこそこうやってカメラ見れたのかもしれないから。なるほど。そして漫才は終わりましたよ、はい、わー受けました。そして審査ですよね、得点発表の時ってどんな気持ちであの点数を待ってたんですか。決勝いけるのかどうなのかみたいなのか。そうですね、ネタはもう普通にリラックスしてできたんですけど、やっぱ受けたの分かったんで、はい、4位3位どっちだろうぐらいっていう感じだった、ね、分かりましたね僕は。へえ。受け方的にも、まあ、下の方じゃないなと思ったんで、うんうんうん、ギリギリいけるかいけないかなって。はい、シュウペイさんは。僕は2本目のネタがやりたかったんですよね、はい、なぜなら1年間頑張ってきたし、うん、あのテレビに映りたかったから。はいはい、はい、長くな、少しでも長く映りたかったんですよね、はい、でもあの得点シーンこうバンバンバンって来たんですけど、もう計算できなかったんで、あこれどうすればいいのどうすればいいのってなっちゃってたっていうのが正直なところですね。計算できないし、あーどうなんだなんて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 そのあたふたそして結果出て、はい、サイン。いやすごかったっす。あれ僕も本当最後松本さんと上沼さんが、うん、はい、94-96って出たから、はい、最後、はい、あの時はこれいったんじゃないって思って、あその点数だけがピカッと出てね、はいはい、はいはいはい、それで結果サインでバコーンって入ってきて、はい、あの時はでもなんだろうな、感じたことのない充実感でしたね。あれめちゃめちゃ興奮してて、はい、うわーみたいな感じになってたんですよ、うん、でそこカメラあんま抜かれてなかったんですけど、うん、パッてカメラ多分切り替わった時に俺になんかその瞬間握手してきたんですよね、うん、いいじゃないですか。でうわなんだよって思っていいじゃねえかよっていうのもあの本当出番直前で、うん、あのワックスつけて髪の毛やるんで、もうそりゃそうでしょ、手洗ってないんですよ。だからワックスがベタベタついた状態俺知ってるんで、あの瞬間握手来た時にすごく嫌だったんですよ。なんで手洗ってないのに握手すんのって思って、もう帰ってくださいすみまーすすみます芸人じゃあ居心地よしちょ、もうおもろいな
って思っちゃったんだ。そうなんですよ。なんかちょっと現実見ちゃったみたいな。おもろ。いや、これで多分シュウペイさんのいいところですね。まあそうですね、はい。そして決勝ですけども、連続でネタした人ってなかなかいないと思うんですよ。ああ、そうですね。10番目でネタしんって終わりました。でも3位だったからトップバッターですよね、決勝の決勝、うん、連続でネタって今までの M1 で僕あんまりなかったと思うんですけども、うん、いや難しくなかったですか？難しかったですね。僕もやっぱすごいセリフ量と動きもあるんで、うん、まず心拍数上がってますし、そうかそうか、はい、俺ペットボトルこぼしたりしてたんですよ、もう、うん、もう興奮してて、興奮して水バチャーってなってた、はい、そうそうそう、あーどうしようどうしようって、で落ち着け落ち着けって言われて、あそこは冷静なんですね。まあ落ち着けっつって僕はもう本当、あーやった次もできるっていうその喜びだったんで。だって落ち着ける量のセリフですからね。そうか確かにね。あの決勝のメンバーで一番セリフ少ないですよ、多分相方。そうかそうか。でも M1 3位。もうムカつかないですよ。これがシュウペイさんの才能なのかもしれないですね。ごちそう。いきなり腹立った。なんでやろ今まで許せなかった。まあ、決勝でネタやって、はいはい、まあ、そこも受けて、うん、まあ、結果が出たんですけども、そこからでもいろいろ変わったんじゃないですか。やっぱり仕事だったりとかもすごい忙しいでしょ今。変わりましたね。でもその変わるのも変わったって思いたくなかったんですよあんまり、うん、その前の年に面白そうでも優勝してて、うん、はい、ちょっとその時も変わったと思ったんですけど、はい、すぐ現実に戻って、うん、ああなるほど、一周したらちょっと仕事がまたなくなっちゃってみたいな、またアルバイトライブ生活に戻っちゃって、うん、そうなりたくないから、うん、傷つきたくない分喜びも抑えてました。なんちゅう話やこれ。もう怖いから。そうです、もう流れ口がないんですよ。だから今本当にありがたくもらってるのがたまたま続いてるだけだっていう認識をずっと持とうと思って。初心に常に帰ってっていう形ですよね。そうですね、はい、それシュウペイさんも一緒ですか？一緒です。普通に言うたらええやん。一緒です、一緒ですでええやん。一緒でーすって言われて絶対よかったと思う。何言っちゃうんです。一緒でーすじゃなくてどうして言っちゃうの？せーの、一緒でーす。飲まれてます、飲まれてます、飲まれてる、丸飲みされてる。面白いなほんまに。まあでも今は活躍中ですけど、まず長なってね、ちょっと最後に聞きたいのが、はい、あのやっぱり馴れ初めをね、どういった形でぺこぱっていうのはコンビ組まれたのかっていうところをちょっと聞きたいなと思って、今僕ら12年目なんですけど、うん、はい、その前僕ピン芸人をやってまして、ピン芸人、はい、はい、当時24歳ぐらいで、はい、でアルバイトをしてたんですよ居酒屋で、はい、そしたら新人で彼が入ってきたんですね、うん、でそれが二十歳の雑誌でしか見たことないギャル語だったんですよ。もともとギャル語だったんだ、はい、真っ黒で、はい、でそれこそもう髪の毛も一個ずつ毛先作ってるような、あもうガチガチのギャル語だ。 そうですね、そいつが洗い場で洗ってんすよ皿、はいはい、ちょっとこう縦乗りな感じでうわなんだこいつと思ってちょーお前っつって、はい、お前最近入ったんだろ、はい、あそうっすみたいな、もう SS の感じで、はい、でお前何やってんのっつったら、フリーターっす、はい、その目指してることとかなんかないのっつったら、とりあえず伝説作りたいっすっつってなんだこいつと思ってガーン掴まれて、掴まれたんすね、はいはい、面白いって、ちょっと俺今ピン芸人で限界来てるからさ、はい、一緒にコンビ組もうよって、あもうそこで言うたんすか？言いました言いました。すごっ。で最初は彼断ってたんですけど、あ嫌だった嫌です、はい、で半年ぐらいずっと誘い続けて、はいはいはい、で合間俺が出てるライブ、ピンで出てるライブ一回見に行こうっつって、はいはいはい、全然面白くなかったんですよそれは本当にそうなんですよそうだ、相方が来て、はい、俺がここで爆笑取ってるのを見せれば、うん、あ、お笑い面白いし、あの人ならついていけるって思うから、めちゃくちゃ力んで、うん、ゴリッゴリの鉄板ネタやったんですけど、クソ滑ってうわ、一番滑っちゃいけないところでと思って滑ってしもた、けど諦めずに誘い続けて、で、じゃあ試しに一回出てみるかっていうので、一、うん、回出たんです、本当の地下ライブに、はいはい、そしたらこいつのやっぱギャルパワーじゃないですけど、はい、友達で会場埋まっちゃったんですよ。何人ですか大体？でも3、40人ぐらい。でもパッて埋まったんだ、はい、大体そのライブ5、6人なんですよお客さんも、もう地下ライブみたいな。そうそうそう、普段は、はい、けどシュウペイさんの友達だけで埋まった、もう埋まって、はい、投票制のライブだったんですけど、はい、友達パワーで優勝したんですよそんな受けてない、そんな受けてないですよ
ただ友達だから。そう。そうです。それ投票してくれますもんね。ああ、なんかしゅうちゃんなんかやってるぐらいの、もうお兄ちゃんたちが、はあはあ、もう投票して優勝して、じゃあ優勝したし続けようかっていう形から始まってます。それがスタート。だお試しっていうところから入ってるんで、だずっとお試しが続いてる状態です今。え、今も？はい。だ正式なあれではないですよ本当は。何正式なあれ？いや試されてる期間長いとは言い切れない。人生が80年あるならばまだ12年。すげえな。でも俊平さんの中でそれがあるんだ。今もまだなおその感覚というか。まあ元々なんかやりたいことっていうのは違かったんで。何やりたかったんですか？もうサッカー選手にまずなりたかった。はい、幼稚園の先生とかもやりたかった。はい、なんか役者さんとかもやってみたかったのもあったんで、いつかどっかのタイミングでできるんじゃないかって思いながら続けてるみたいな。なるほど。だからお笑い芸人っていう選択肢はほんまになかったんですね。でも誘われて誘われてラブコール受けて、はい、じゃあしゃあない一回やってみようかからやってみると意外と楽しかった。そうですね。で今も続けている。そして M1 でこんなに結果残して仕事も来ている、はい、なのか、はい、まだ諦めきれてないんですか？サッカー選手とか役者とか。まあサッカー選手は諦めましたけど、はい、あとは今ジャニーズ好きなんで、はい、ジャニーズの人と共演できるっていうのも目標にしてたんで、はい、今すごく楽しいんです。え、じゃあちょっとどうなっていくんですか、ぺこぱさんって。俺なんか不安になってきたんですけど。いや僕もわかんないですけど、はい、だからその緊張しないです芸人さんと会っても全く。はい。で、そのジャニーズのタレントさんがいるとガチガチになってて。誰に会うのが夢なんですか？いやもうそれ、あのスマップの全員ですね。あーで、今木村さん以外は全員今共演できたんで。おあと木村さんでコンプリートできるんですよ、はい、もし木村さんとお会いできたとしたら、うん、大丈夫ですか？ぺこぱ続けますか？いやーちょっとこれもうなんてやねん。むらさん、いやいや言ってください。僕はやっぱもう突っ込めないシステムにしてしまったんですよ。誰かが言ってくれないとバシバシイカれてるのを見て俺はよしと思った。続けてこんな新しい形の漫才もそうですし平場もこうですけども僕は見たことなかったし、はい、僕はアメリカに近いと思ってるんですよ。アメリカ、アメリカのお笑いって否定しないんですよね。実はツッコミってあんまりないんですよ。なるほど。そうなんです。だから素敵じゃないですかそこって。やっぱり人を傷つけない笑い。おそれに似てるではないですけどぺこぱさんにはその新しさがあると思うんで、うんうん、絶対続けてください。まあアメリカ行ったことないですけどね。うん、いつマジで。これがまだでもシュウペイさんのええところだったりしますから。本当に今あのたくさん救われてるんで僕も。うわ素敵、はい、なるほどね、はい、もうこの勢いでこれからも頑張って、はい、いつかあるんですかぺこぱでこう冠番組を持ちたいとかこんな番組がしたいとかあるんですか？あ MC とかやりたいですよ。もうできたら今はもうあの松陰寺さんに聞いて。その後で答えていただけたらな。芸能人1年目。絶対売れるわ。あります？実際ないですか？いやもういっぱいありますけど、とりあえず今はもう目の前の仕事をやっていくだけで、はい、一個一個もう着実にやっていくだけで、やっていって、で見えてきた時にやるっていうだけです。なるほど、はい、確かね、YouTube チャンネルも持ってますよね。はい、ぺこぱチャンネルあります。ぺこぱチャンネルってあるんですよ。それはどれぐらいの力でやっていくんですか？今はもう本当に時間がないので、うん、ちょっとした収録の合間の楽屋で2人で喋ったりとかを、はいはい、ノー編集、ノーテロップで流してるだけなんですよ。なるほどなるほど、はい、だから今後ね、時間できてきたら、うん、ちゃんとした YouTube もやりたいなと思ってますね。ちょっともしよかったらなんですけど、この技だと軽く撮りません？はい、あ、それはめっちゃ嬉しい。やりたい。ぺこぱチャンネルってことですよね。もちろんもちろん。わあ、だからあのコラボみたいな形になるんですけど、もしよかったらでいいんですけど、はい、いいですか？あ、ぜひ。じゃあいいか悪いか。てるる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 シュウペイでーす。おもろい。でした。やったー、すごい楽しかった。最高でしたね。ちょっとでもね、僕の中で、まあ、松陰寺さんはまあすごいやん、うん、まあ、否定しないツッコミっていうのでね、すごいのは分かってました。僕やっぱりシュウペイさんがすごい謎だったんですよ、はい、どんな人なのかなって絡んだ結果、うん、バチクソ面白いな。面白いですね。俺ね、化けると思うわ、あの人。すごかった。受けて次第では、うん、ピンでも、いやすごい、多分爆発するんちゃうかな。むちゃくちゃ受けるかむちゃくちゃ滑るか。
多分俺行くんちゃうかな。いやすごかった。憎まれないよね、うんうん、全然ね。憎まれないですよね。かわいかったというか、今度ほんまに緊張してないから、うん、それがいいんですよ。やっぱギャル男っていうのね、もともとの素質もあるのかもしれないですよね。ちょっと面白かったです、ありがとうございます。そしてですね、先ほどちょっと本編でも話しましたけども、急遽、うん、ぺこぱチャンネルさんとのコラボ動画となります。皆さん概要欄飛んでみてください。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてごめんなさい、情報ちょっと多いんですけども、ちょっとあそこにぺこぱさんおるな。まあまあちょっとまああれかな、うん、皆様明日の動画楽しみにしといてください、うん、ちょっとしたことが起こりますんで明日の動画楽しみにしといてください。これだけ最後に言っときましょう。はい、はいはい、というわけでありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。